こんにちは、シエルです。今回は秋服を購入したのでそちらの購入品紹介です。久しぶりにルミネに行ってきたんですけど、マーキュリーデュオでお買い物をしてきました。こちらの大きな紙袋を開封していきたいと思います。洋服とこちらはブーツです。ではまずお洋服からいきましょう。まずこちらがミントグリーンのトップスです。はい、これね着心地もすごい良かったですね。色がなんか可愛い。6600円と消費税です。はい、でねこれ何が可愛いってここに、ね、ついてるもの、これがねあのスカーフがついてるんですよ。ブラウンでお花が描かれている感じのスカーフ、首元のサイドにね穴が開いてて、ここにねスカーフをね通してキュッてリボンにして結ぶと可愛いんですよ。なかなか珍しい感じだなと思って、こんな感じで通せるんですよ。スカーフの結び方がさ、わからない。正しいスカーフの縛り方。こんな感じ、可愛いですよね。スカーフがなくても、ここのね、空いてるところはそんなに目立たないので、スカーフを取ってもいいし、まあ、つけてもいいよっていう。ね、可愛い。今年はこういうミントグリーンのカラーが人気だそうです。ボトムが14,500円。こんな感じの。はい、パンツです。いい感じのピンクの色味です。ね、ちょっと紫っぽく見えるかな。こちらのパンツにこのねブラウンのベルトがついてます。細めの感じ、ブラウンは秋っぽくていいよね。ベルト通すとこんな感じです。はい、ね、かわいいよね。そして今回ねちょっと買う予定はなかったんだけど、ブーツ履いてみたら可愛かったのよ。そうなので購入しました。私足が小さいんですけどサイズがあったので、ブラウンのカラーでヒールのとこも可愛くて、お値段は12,000円のブーツなんですけど、ヒールのところがすごい可愛いんですよ。後ろのところがクリア素材になってて、でねこのね足首のところ結構生地は柔らかめな感じ。はい、で私はサイズ的に35という 22.5 ぐらいのサイズです。この35の 22.5 ぐらいのサイズあるとすごい嬉しい。というわけで今年はこちらのブーツをね履き倒したいと思います。それではちょっとお着替えしてみましょう。着替えてきました。こんな感じです。かわいい。どこまで下がって、かわいいな。はい、こんな感じです。すごいかわいい。うん、ミントグリーンってかわいくない？ベルトがあるからね、私背が小さいけど、まあ丈もなんかいい感じだし、ブーツもかわいい、履き心地もいい。パンツはこんな感じで、ちょっと遠くから見たらスカートっぽく見えるかもしれませんが、トップスもねサイズぴったりで、うん、かわいい。あとあったかい、こんな感じです。ミントグリーンのカラーあんまり持ってないのですごい新鮮でいいですね。最近洋服をさオンラインとかそのネット通販で買うことが多かったから、まあ、久しぶりにお店行って試着して購入したっていう感じなんですけど、なんかやっぱさ着ると違うなって思う時あるじゃないですか。久しぶりに外で洋服買ったなっていう感じです。この秋冬はブラウンのブーツもねたくさん履きたいと思います。ちょっと関係ないんだけどさ、今日ダウンをクリーニング出しに行ったんですよ。今年はコロナもあったから、なんかダラダラしてたらさもう寒い季節に突入しちゃったから、だからあ早くクリーニング出さないとと思って、でまあ出しに行ったんだけど、数年着てるモンクレールのダウンだったんだけど、ダウン1着で1万円したんですよ、クリーニング代が。いやそんなしたっけと思って、なんか毎回さ違うクリーニング屋さんに出してるからさ、なんか金額あんまり覚えてないのと、あと毎年複数出してたからダウンの1着のクリーニング代がわからないんだけど、今日行ったクリーニング屋さんではまずモンクレールのメーカーのダウンはまず通常価格でありませんみたいなとこから始まって、でダウン自体がまあロングコートとか長いから丈が長いからっていうのもあるのかな、5000円だったんですよ。まずダウンを出すだけでね、でモンクレールのダウンの首のところにファーがついてるんですよ。でそのファーのクリーニング代が5000円だったんですよ。そうだから5000円と5000円でまあ1万円だったんだけど、あれこんな高かったかなと思って、クリーニング屋さんもさなんかその表を見ながらさ、これはとか言ってで、ちょっと電話しますとか言って電話してて、例えばシャツとかをさ常にクリーニング出してる人とかじゃないから、なんか相場が分かんなくて1万円もしたっけかなと思って、
ちょっと高いなと思って、まあ30万円もするものだし、形もすごい好きだから、まあやっぱ長く着たいから、まあ、ここはまあ出しとこうと思って、そうとりあえずクリーニング出して、そんな私の秋でした。というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。